それではですね、京都大学第84回の丸の内セミナーを開催したいと思います。なんか演者が司会もやれと言われておりまして、私が今日講演をさせていただきます。京都大学フィールド科学教育研究センターというところの山下と申します。今日は梅雨の晴れ間でですね、天気も良かったですし、金曜の夜と、でしかも七夕ということでですね、皆さん他にもっといいところにいらっしゃったらいいんじゃないかと 思うんですが、わざわざちょっと怪しげなですね、ややこしい三角関係というような話を聞きに来ていただきまして、本当にありがとうございます。ちょっと簡単にフィールド科学教育研究センターっていうのは何なのかっていうのを少しだけご紹介しておきたいと思うんですけども、京都大学が日本国内にさまざまなフィールド施設を持っております。で、私はですね、この舞鶴水産実験所と、この日本海側に面したところの水産実験所に所属しておりまして、このほかに太平洋側に瀬戸臨海実験所というのがございますし、森の施設がこの山口県から北海道までたくさんございます。森とそれから森と里と海の施設が集まって、2003年にできた施設なんですけども、たまたま森と里と海もいるということでですね、この森から里海までのつながりの研究をしましょうということで、現在森里未来変換学という分野をこのフィールドセンターの柱として研究を続けております。今日のお話なんですが、その畠山さんが大変文学的な表現でこの森から海までのつながりを表していらっしゃいます。森は海の恋人というのがございます。で、ちょっとそれをですね、サイエンスで見たときに本当にそうかという、途中経過でありますけども、そういうお話をしていきたい。でよくですね、この森とか森と川と海の関係を一言で言おうとするときに、豊かな森の栄養が豊かな海を育むと言われます。本当かという話をして、私たちが調べた範囲でどういうことなのかというお話をしたい。で実際はですね、実はそんなに単純ではないというお話になります。その辺がややこしい三角関係になってきますが、しかし最終的にはそれでも森里未来変換は重要であると、なんとなく起承転結のお話をしていきたいなと思っております。